ルシーア・ペレス・ビスカイーノは、スペイン・ガリシア州出身の歌手である。ルーゴ県のオインシオ出身で、2011年5月に、ドイツ・デュッセルドルフで行われた、ユーロビジョン・ソング・コンテスト2011の、スペイン代表として、ケミー・キー・テンロ・バイラを歌った。2002年、17歳にして、ガリシアテレビの音楽オーディション番組、キャンピラでコンタリロスで優勝を果たし、歌手デビューする。翌年に、 初のアルバム、アモーレス、ワイアモーレスが発売され、ガリシアでゴールドアルバムとなった。2005年には、ガリシアソロイストポップアルバム賞を受賞する。同年、チリで行われたビーニャ・デルマル国際歌唱フェスティバルに、スペイン代表として参加して、ケアー・コンティーゴを歌い、2位に入賞した。さらに同じ年、アマロス・ミナテラが、スペイン音楽賞の、ガリシア最優秀楽曲に選ばれた。 2008年、3枚目のアルバム、ボラルポルロステイハードスは、スペインとチリで発売され、両国を幅広くツアーした。2009年にもビーニャ・デルマル国際歌唱フェスティバルに参加している。2010年に発売された4枚目のアルバム、大豪著 EN イエゴリーゴは、全編が、ガリシア語で歌われている。2011年、ユーロビジョン・ソング・コンテスト2011の、スペイン代表を選ぶ。 国内選考でスティのエウロビションに参加し、2月18日にケミーキー・テンド・バイラを歌って決勝での勝利を収め、スペイン代表の座を勝ち取った。3月にはワーナー・ミュージックと契約し、4月には同レーベルから5枚目となるアルバム、クルー・ソロース・デドスを発売した。ありがとうございます。